花部さんににとっってての逆に失敗僕は、えっとまあ、これも僕のまあ恩師の正直受け,入れ受け入れみたいなところもあって僕がアメリカに行く前にやっぱいろいろ周りからわーって言われて悩んでた時に恩師が失敗した人というのは成功しなかった人のことではなくて諦めた人のことだっていうふうに言ってもらってどんな道を選んでも必ずその諦めるっていう選択はしてほしくないっていうのは言われたんで。 まあ諦めるにもその人それぞれやっぱ定義があ,のあると思うんですけど僕としてはやっぱその試合は頑張ることというかその努力することをやめた時が自分が諦めた時なのかなっていうふうに思ってるんでやっぱ日本ってやっぱすごく国際大会に対してこう熱を入れてやっぱみんな見てくれるなっていうのはやっぱすごい感じるんでも,もちろん応援してない人は言ってる人ももちろんいるのはもう承知の上ですけどやっぱこう。 勝つ人に対してはやっぱめちゃくちゃこう称賛してくれるというか一緒になって盛り上がってくれるんでだからやっぱり勝つっていう大事さは日本でバスケットをこれから盛り上げていくのにすごく大事なことだと思います。